皆さんこんにちは。東京消防庁上野消防署の久保田です。今回は東京消防庁公式アプリの中で特に私がおすすめしているコンテンツを皆さんに紹介したいと思います。皆さんにとって役立つ情報がたくさんありますので、ぜひ最後までご視聴ください。イベント情報は各消防署が企画しているイベントがいつどこでどのような内容かを一度に確認できます。トップ画面からフリックメニューをスクロールしてイベント情報を押すと、消防署などが開催しているイベントの最新情報が確認できます。このように時間や場所、内容などを確認して当日イベントに参加することができます。先着順や事前予約制になっているイベントもありますので、詳細をよく確認してください。消防マップは消防施設、イベント会場、建物の安全情報、火災危険度などさまざまな消防情報を地図上で確認できます。消防マップはこのようにボトムメニューのマップを押すと開きます。レイヤーカテゴリーより知りたい情報を選択します。今回は消防管轄を選択します。消防署を選択するとこのように管轄消防署が色別で表示されます。マップ上の表示の切り替えをしたい場合はこのようにひし形のマークを押すとレイヤーカテゴリーが表示され、表示の切り替え選択が可能です。緊急ツールはいざという時に必ず皆さんの力になります。トップ画面からフリックメニューをスクロールしツールを押します。こちらの心肺蘇生動画と胸骨圧迫テンポ音は電波の届かない場所でも再生が可能です。救急サポート動画集は応急処置の動画をカテゴリーごとに掲示されているので、普段の応急救護訓練におすすめします。こちらのスマホライトでは懐中電灯、フラッシュ点滅、SOS モールス発信ができます。左上の電話マークを押すと連絡に移動します。こちらから119番通報が行えます。またこちらの東京版救急受診ガイドやシャープ719は救急車を呼ぼうか迷った時にご活用ください。24時間年中無休で対応いたします。東京消防庁公式アプリのおすすめコンテンツ3つをお伝えしました。このアプリを通して少しでも消防のことや防災のことに興味を深めていただければ嬉しいです。もっと公式アプリの活用方法を知りたい方は応用編をご覧ください。